はい、えー、それではこれから、えー、今年の本試験に望むあなたにね、こう何か、えー、メッセージをお伝えできないかなということで応援メッセージということでお話をさせていただきます、えー、申し遅れましたレック専任講師の荒川秀一ですよろしくお願いします はい、えー、ということでこう本試験に臨むあなたに何かこうどういうメッセージを伝えようかなというふうに思っていたんですが、まあ、直前でねちょっとひらめいたので僕が受験生だった時もかなり前になりますけれどもどんなつもりでその本番に臨んでたのかなというのがふっと湧き上がってきたのでそのお話をしてねこうエールに返させていいただこうと思います、えー、僕が本試験臨む時特に合格した年に思っていたことは何だったかなって思うと、まあ、例えば「 万全の体調で立ち向かうとかもう全て用意が終わった状態で立ち向かうとかいうことも想定は考えてはいたんですけども、まあ、なかなか、ね、本番一発でそんなことがあの全部理想通りになるわけないなっていうふうに感じてました。だからそそそのののの場場場でででで本試験の場で今自分ができるることをやり尽くくしてくる ね、結果はどうなるかわからないけれどもしかしたら実力の1%しか発揮できないかもしれないけどでもその場に行っ で問題を目にして座ってやれることを午前だったら2時間午後だったら3時間とにかくやり尽くしてきてもう自分を全部その時の自分を出し切ってくるんだこの一点に集中してまあブツ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 言ってた言葉で言うとできることをやれるだけやってくるってこれをなんかねつぶやいて本試験向かっていったなっていうのをふっと思い出しました。 あなたが本試験の場に向かうと自分の思ったような体調じゃなかったりこう周りの環境が、ね、あちょっと暑いちょっと寒いとかなんとなく座りにくいとか、ね、問題見てもあれなんかちょっと苦手な問題出たとかいろんな、まあ、いわゆる逆境的なものっていうのは出てくると思います。当然緊張ももししてしままうううだろうっていうのも思いのの思す。でもその 逆境の中で緊張した中であるいはちょっとやりにくいなって気持ちがある中でどれだけ自分がそこに対応してやれることをやり尽くしてくるんだっていう思いで午前2時間午後3時間ファイトしてこれるかどうかが 本当にこう合比を分ける一番最一番ねのポイントになるんじゃないかなという,ふうに僕は思っています。ですのでぜひ自分のできること、あなたができること全部やり尽くしてきて、こんなにいろいろ大変だったけどこうやって頑張ってきたよってそんな武勇伝みたいなねものをぜひねこう僕に教えてほしいななんて思ってます。とにかく。 本試験の場ではできることをしっかりやってきてくださいなので頑張ってなんていうのは皆さん当然頑張ってるから言いませんあえて言いたいことはグッドラックですね本試験でのね検討を期待しています以上です